日本のトイレットペーパーの3個に1個は富士市で生産されています。富士山から湧き出る良質な水と、その水に育まれた豊富な森林資源は、富士市に製紙業を育て、全国有数の紙の町として知られています。また、製紙業以外にも、自動車部品や製薬、金属加工など、様々な業種の事業所、工場が集まるものづくりの町でもあります。なぜ富士市がものづくりの現場として選ばれるのか、その秘密を探ってみましょう。まずは何といっても交通アクセスの良さ。新幹線では新富士駅から東京までおよそ1時間10分、名古屋まではおよそ1時間30分、新大阪まではおよそ2時間20分。車では東名高速道路富士インターチェンジ、もしくは新東名高速道路新富士インターチェンジから東京までおよそ1時間30分、名古屋までおよそ2時間です。市内の産業を支える支援体制も、富士商工会議所、富士市商工会、静岡県富士工業技術支援センターなど充実しています。富士市産業支援センター FBIZ はその一つ。新しい市場を開拓したい、今の事業をさらに大きく成長させたい、経営の課題を解決したい、そんな企業の声に応えるべく、新規事業開発や販促に関するコンサルティング、ビジネスのステップアップや課題解決に直結するテーマを扱ったセミナー、人と人とを結びつけるマッチングイベントなどを開催。また経営に役立つ情報の発信、地域産業支援機関の紹介などを行っています。また市内の企業促進に特化した活動として FBIZ エッグも展開しています。起業を考える人々が集まりやすい週末を中心に起業相談会を開催しています。経験豊富なアドバイザーによるコンサルティングや、地域金融機関と連携した資金調達の支援など、実践的なバックアップを受けることが可能です。市内に工場などを新設・増設する企業を対象に、最大13億5000万円が交付される企業立地促進奨励金。成長が見込まれる分野として、食料品、医薬品、医療機器、環境関連などの産業を優遇する形で制度の拡充が行われています。企業誘致の取り組みとして建設された富士山フロント工業団地、食品、プラスチック包装加工、精密機器製造など、さまざまな企業が進出し、2009年の完成から4年半で全17区画が完売しました。富士市のものづくりの拠点としての注目度の高さが伺えます。さまざまなイベントなどを通じて、地元産業の活性化と外部への発信を後押しします。また今後発展が期待される産業として、セルロースナノファイバー事業への参入支援にも力を入れています。富士市に工場を開設したある企業を取材しました。この企業では、富士山フロント工業団地に建設した工場で卵加工品の製造を行っています。富士市は富士山の天然水が恵まれておりますので、食品製造にとっては重要な要素である水資源が豊富であることが決め手となりました。この場所はですね、やっぱりアクセスが非常に良くてですね、新東名という高速道路がありますので、東西両地区からですね、卵の供給が安定的にできるということが非常に環境的にもいいんで、生産数量も計画を大幅に上回るようなペースで推移しております。地域の皆様にも、当工場が富士市にあってよかったなと思っていただけるような、地域に密着した工場であり続けたいと思っております。
多様な発展を続けるものづくりの町富士市。今後は産学連携の強化、若手イノベーターの育成、企業のグローバル化支援など富士市での事業展開をより一層バックアップする施策を進めます。富士市であなたの事業を大きく育ててみませんか？